はい、おはようございます。今日はこちらの火砕類の畑に来ています。ちょっとですね、今日からここのちょっと環境を良くして、でちょっとまあいろんな人を呼べたりとか、農業体験とかそういうのをちょっとできたらいいなっていうのをちょっと考えてまして、でそれでちょっと今日小屋を建てようと思います。作業小屋ですね。作業小屋、うん、なんか人が休憩できるようなスペースとか、うん、でちょっとしたちょっと日陰とか、うん、そういうの作れたらいいなみたいな。車はここまで入れるの？うん、いやでもね、いずれはここら辺回れるようにできたらいいなって思うけど、うんうん、まあちょっとそれはね、おいおいちょっと整備していくっていう感じで、ちょっとあの僕一人ではちょっと小屋建てられないので、ちょっと小市さんに今日助っ人をお願いしています。はい、お願いします。あの、よろしくお願いします。ちょっとまあいろいろちょっと小市さんとこの前から木をこうやってこういう感じで集めました。まあほとんどもらってきたやつですね。てか全部ですね。全部ですね、うん、全部もらってきたやつで古材、うん、素材で、うん、素材ってやつだね。どうなるか、まあ、ちょっと動画見ていただいて、まあ、ちょっととりあえずこれから小市さんと作っていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ、一応ちょっと小屋の全貌をちょっと説明しますと、2メートル ×2 メートルぐらい、まあそれちょっと今日ぐらいの、あの小屋で、まあ、ちょっとした休憩スペースですねに、まあ、ちょっと屋根付け足したりして、ちょっと休憩できるような日陰でスペースもいろいろ、あと車が置けたりとか、バーベキューする、バーベキューとかもしたい、したい、したいしたいまあね、なんか夜なんかも結構涼しい風がここ来るので、うん、すごい、でね、周りがちょっと綺麗な畑だったりしたら、隣さんもすごい綺麗に畑管理してるので、まあ、ちょっとね、いい空間ではあるので、あんた本当はもうここをね、綺麗に整備すればもっといい感じになるなっていう。楽しみにしてます。いや、もう本当やりたいですね。もう本当に頑張っていこうと、ちょっとずつ、あとはできたら野宿とかするでしょ。うん、もう野宿したいまあちょっとね、あのこれから多分ちょっといろいろやっていこうとは思うので、ここの小屋ができたら、でなんかその時のなんかね、動画もやったら多分面白いと思うな、自分で言っちゃったけどそう、はい、あとはもう建て方だね。建て方の親父にプロにお任せしますジャッジジャッジャッThank you.
はい、お疲れ様です。今日小屋作りこのぐらいまで完成しました。やばいっす。今日ここまでです。引き続きこの小屋作りの様子も動画でアップしていこうと思います。こいつさんも引き続きよろしくお願いします。じゃあ今週はここまでになります。また次週も頑張っていこうと思います。いいねボタン、チャンネルの登録もお待ちしております。よろしくお願いします。それでは